おはようございます。今日は南米金田です。愛知県名古屋市、名古屋駅地下街グルメ。まあ、厳選して紹介します。串揚げといえば、チン揚げ、揚げたてが美味しいです。あとは、吉川の和食、美味しそうですね。あとは、まあ、味噌煮込むの山本屋本店。これ、うまいな。手羽先の風雷棒あとは、エビ土手食堂。これね。エビフゲってみたいね。ひつまぶしといえば、裕福。あと、備長がおすすめ。米田も美味そうですね。吉免亭あとは、まだまだあります。 みそかつの双葉やひつまぶしおいやぶや食堂やボリューム満点、まぐろ小屋本店、あとはすはま寿司チェーンじゃないです、和です。あとはマックやブルーシールもありますからね。名古屋駅にいよいよ登場するんです。サブウェイ、あとはお土産、千住本店やウイロー、あとは山里くわなど、いろいろありますね。ぜひとも来てください。というわけで、名古屋駅地下街。 源泉名古屋飯でした。バイバイ。